アイルランド島はその緑の草原からエメラルド島としても知られている。その姿は衛星写真からも見ることができる。アイルランドの地理ではアイルランド島の地理について記す。アイルランド島は北、大西洋に浮かび、北ヨーロッパに位置する島であり、その大きな地理的特徴は中央部の低い草原とそれを囲む環状の海岸沿いの産地である。 最も高い地点は、キャラントゥール山であり、海抜1041メートルである。西部の海岸は、多くの島や半島、入り江によって入り組んでいる。島を2分するのが、キャバン県のアルスターから南へ流れ、リムリック県の南で、大西洋に注ぐシャノン川であり、これは、全長386キロメートルのアイルランド最長の河川である。アイルランドの河川沿いには、 数多くの湖が存在し、中でも、ネーコが最大である。政治的には、島は6分の5を占めるアイルランド共和国と、残りの6分の1を収めるグレートブリテン及び北、アイルランド連合王国を構成する、国の一つである北、アイルランドに分けられる。大体いい北緯53度整形8度、北緯53度整形8度、53マイナス8あたりの南側が、 アイルランド共和国の領域で、その面積は84,421平方キロメートルである。ブリテン島との間にはアイリッシュ海があり、大陸とはケルト海を挟んでいる。アイルランドとブリテン島は近くに位置するので、ブリテン諸島と呼ばれることがあるが、この用語は議論の的となることがあるので、中立的な用語としてはアイルランドとブリテン島がよく使用される。 南部ドニゴール県に位置するスリーブリーグー最も古いアイルランドの岩石は約17億年前のものでドニゴール県のイニシュトラフル諸島名誉県の北西端穴岬から発見されたドニゴール県の他の地域では科学者によって氷河堆積物であった岩石が発見され古い時代今のアイルランドとなっている地域が氷河期には氷河に囚われていたことが分かったしかし その後の流気により、これらの古い岩石層を正しく並べることは不可能に近い。約6億年前の先カンブリア時代の終わり、アイルランドの大地はイアペタス海の西の半分と残りの東半分の二つに裂かれたが、どちらも南位80度あたりに位置し、その近くには現在の北アフリカが存在した。ウィックロー県のブレーミから発見された化石から、 察するに、アイルランドは、当時海面下にあった。次の5000万年の間にかけて、これら2つの部分は互いに向かって漂流し、結果として4億4000年前に繋がった。ラウス県クローガーヘッドで発見された化石によって、もともと2つを分けていた海の両側から、動物ショーが共に近づいていったということがわかる。北アイルランドの山々は、この衝突で形成され、 ドニゴール県とウィックロー県で発見される花崗岩も同じく形成された。アイルランドの大地はこの時には海から顔を出し赤道付近に位置していた。陸上で生活する生物がこの時期から生息し始めたことが化石からわかる。キルケニー県キルアカンの化石化した樹木や大きく広がった骨の多い魚、淡水ニマい飼そしてケリー県。 バレンティア島の年番岩に保存された4足歩行する両生類のアシコンといったものである。旧赤色砂岩が形成されたのもこの時期である。4億年前から3億年前にかけてアイルランドを含む北ヨーロッパは暖かくカルシウムの豊富な海に沈んだ。大きな珊瑚礁がこの中で作られ、その結果現在地質の65%を占める石灰岩が形成された。 水が引くと熱帯的な森と沼地が多く残った。これらの植物の残骸が石炭となるが、その多くは後に侵食されてしまうこととなる。この時期は石炭期としても知られ、大陸の変動によって終わりを迎えた。アイルランドは北に向かって移動し、これによる圧力によってアイルランドを北から南に貫く山や丘が形成された。バレンのカルスト地形2億5000年前までに、 アイルランドは、現在のエジプトあたりの井戸に達し、砂漠気候となった。この時、石炭と石灰石の多くが侵食された。南部の薄い石灰岩地層は特にこの侵食の影響を受けている。砂岩層の消失によって地表にさらされた石灰岩は、二酸化炭素などと反応し、カルスト地形を形成した。現在でも、クレア県のバレンで見ることができる。そのすぐ後、 アイルランド周囲の生物死骸が天然ガスと石油交渉となり始めた。これは現在のアイルランドの経済の中で重要な役割を果たしている。そして1.5億年前、アイルランドは再び沈み、この際に表面の多くを覆うチョーク岩が形成された。この痕跡が北部で発見された玄武岩溶岩層のもとに残っている。6500万年前、 溶岩層を作った火山活動が始まり、北部のモーン山地などの山々が結果形成された。この時期の気候は温暖で、植物が大きく繁殖した。アントリム県の窪地の植物死骸は活端を形成し、これは現在まで触れられることなく残っている。温暖な気候による降水によって、カルスト地形の侵食プロセスが進んだ。2500万年前、アイルランドは、 現在の位置の近くに位置していたと考えられている。長く続いた浸食によって、かなりの土壌が形成されることとなり、岩石層は覆われた。水はけの良い土地では、茶色もしくは灰色の土壌からなり、逆に悪い土地では、黒粘土が支配的であった。気候が寒冷化するのに伴い、土壌の形成は速度を落とし、植物と動物が現れ始めた。 300万年前までには、現在のアイルランドの地形がある程度出来上がった。170万年前、地球は魔氷期と氷河期を繰り返していたが、当然この影響はアイルランドにも及んだ。この影響の最も古い証拠は、バリーリニアン環氷期として知られる百数十万年前のものである。この時に、現在アイルランド原生植物と考えられている樹木のほとんどが、 すでに確立されていた。氷河期における氷の動きが現在のアイルランドの地形形成の大きな原因となった。地表上の氷による明らかな影響としては、ウィックロー圏のグレンダーロフホのような有字国や建国、氷河湖といったものが挙げられる。溶けていく氷の下で削り取られた岩石等の堆積によってドラムリンが形成され、北部中央域での 主な地形的特徴となっている。小川もまた氷の下で形成され、これらの川によって集められた岩石等はエスカーを築いた。これらの中で最大のものは北部と南部を半分に分けるエスカーリアダであり、その尾根は東と西の海岸線を結ぶ主要道路として機能している。海岸線の半分ほどはマクヘアとして知られる低い砂丘草原からなっている。 クレア県ドゥーリンのモハーの断崖で見ることができるシルト岩、結岩、砂岩の地層中央部の大きな低地は氷河による泥や砂といった堆積物で覆われた石灰岩からなっており多くの泥探知や湖が広がっている。最も大きな泥探知はアレン泥探知である。海岸沿いの山々は場所によって地質学上の蘇生が大きく異なっている。南部では 旧赤色砂岩からなっており、石灰岩の過酷が存在する。中部のゴールウェイ県、名誉県、ドニゴール県、ダウン県、ビックロー県では主に花崗岩である一方、北東部では玄武岩大地となっている。特筆に値する地域といえば、アントリム県のジャイアンツコーズウェイであり、これは主に6000万年前から5000万年前の火山活動による玄武岩の形成によるものである。 玄武岩はもともと古代三期のチュリーン第一の一部であった。北部と西部の土壌は泥っぽいポドゾルを含む水はけの悪いデータンが多い。対照的に南部と東部の土壌は水はけの良い茶色土と灰色から茶色のポドゾルである。これは島の降水分布を反映しており、水はけの悪い地域は高い降水量を示している。バレンとして知られる。 クレア県北部はアイルランドでは普通に見られないような自然環境である。このカルストのような地形は石灰岩の基板岩からなっており、内部のほとんどでは土が見られない。無数のドリーネが存在しており、表面の水は岩の気候を通って地下に消え、巨大な洞窟が形成されている地域もある。ドゥーリン近くのパルアン・ヨナイン洞窟には、 世界で最も長い自立した小乳石群があると知られている。アイルランドの山々、湖、川、その他の地形的特徴を示した地図。アイルランドは主に島中央部の平らな低地と、それを囲む山々からなっている。ケリー県から半時計回りに、マクギリーカディ山脈、コマラ山脈、ブラックステアズ山脈、ウィクロウ山脈、モーン山脈、 アントリムの渓谷群、スペリン山脈、ブルースタック山脈、デリーバ山脈、オックス山脈、ネフィンベーグ山脈、トゥエルブベンツ、モムタックスと言われる一団、となる。南部には、内陸よりの山脈があり、内陸部で最も高いコールチー山地、シルバーマイン山地、スリーブブルーム山脈といったものがある。南部の山々は、他のものと成り立ちが異なり、ヘルシニア、 作り山運動によって形成された。アイルランドの山の中で最も高いのは、氷河によって削られた砂岩からなっている、幕切りイカディ山脈のキャラントゥール山で、1038メートルである。アイルランドの山々は、全体的に低く、1000メートル以上のものは3、方しかなく、500メートル以上のものも457、方しかない。レーネコシャノン川が、 全長 386km とアイルランド島、ブリテン島の双方において最も長い川である。アイルランド島の西側から沼地の多い中央部を2つに分けるように流れている。中流域では高低差のない低地を流れることになるため、その流域に沿ってアレン湖、リー湖、ダーグ湖などの湖が発達しており、その中ではダーグ湖が最も大きいものである。 リムリック付近の社のエスチュアリで大西洋に注いでいる。他の主な川としては、リフィー川、リー川、ブラックウォーター川、ノア川、スーア川、バロー川、バン川、ホイル川、アーン川、ボイン川などがある。アルスターのネーコがブリテン諸島で最も大きい湖である。この湖には伝説があり、それによるとフィンマクールという巨人が別の巨人とスコットランドで、 戦い、怒って、地球の一部を救って投げたという。それが、アイリシ海に落ちてマシ島が作られ、残った穴には、水が溜まり猫になったそうだ。他に大きな湖をあげるとすれば、アーアン湖やコリブ湖などがあげられる。アイルランドの地勢図、キラリーハーバーは1 6トルにわたって、ゴールウェイ県と名誉県の自然境界となっている。ドニゴール県から見ていくと、 スイリー入リ江がイニショーエン半島の片側を切り取っていて、ホイル入リ江が逆側を切り取っている。ホイル入リ江はアイルランドの大きい入リ江の一つで、ドニゴール県とロンドンデリー県の間に存在する。他の周りの海岸はアントリム県とダウン県の間のベルファスト入り江である。また、ダウン県のスタンフォード入リ江は部分的にアーズ半島を本島から切り取っている。さらに下ると、 カーリングフォード入江がダウン県とラウス県の間に存在する。ダブリン湾ンは次に大きい入江であるが、アイルランドの東岸はスレーニー川川口のウェックスフォード港までほとんど一様である。南岸のスーア川川口にはウォーターフォード港が存在する。ここに向かってスリーシスターズの他の川、ノア川とバロー川が流れている。次に大きな入江はコーク港で、 リー側の河口にあり、グレート島を中に持つ、ダンマナス湾、バントリー湾、ケンマールエスチュアリ、ディングル湾が、ケリー県の半島間に存在する異例ののべてである。これらの北には、シャノンエスチュアリがあり、クレア県とゴールウェイ県の間には、ゴールウェイ湾がある。クリューワ湾は、名誉県の海岸上に位置しており、アキル島の南となる。一方、ブロードヘブン湾、ブラックソット湾、 スルラデイコン湾が、名誉県北部のこの音北西部に存在している。キララ湾が、名誉県の北東海岸にあり、ドニゴール湾が、ドニゴール県とスライゴ県間にある、主な入り江となる。マリン岬が、アイルランドの北端であり、未然岬が、アイルランドの南端である。これゆえ、マリン岬から未然岬までという言い回しが、アイルランド島全体を指すものとして用いられる。 カーンソア岬はアイルランドの南東端で、総海岸がフックヘッドと呼ばれる。キンセール岬はアイルランドの南海岸にある多くの岬の一つである。ループ岬ではクレア県が大西洋に面した北海岸からアイルランドの西海岸へと達する。南には内陸へ向かってシャノンへスチュアリがある。ハグズヘッドがクレア県の北、西の海岸線となっていて、 モハーノ断崖が北海岸に沿って存在する。エリス岬がこの音の北西端である。バンナビーチから見たリングル半島北西部のアキル島がアイルランド海岸沿いの島で最大のものである。島には定住者がおり、橋によってアイルランド本島と結びつけられている。時点として挙げられる島のいくつかはこの音地方の南部海岸の先にあるアラン諸島に存在する。 この島々ではアイルランド語が話されており、いわゆるゲール大派とに含まれる。イベラ半島の先のバレンティア島もまたアイルランドの島の中で大きいものであり、アキル島と同様に本島と南西部の橋でつながっていて比較的定住者が多い。コーンメーラの先にあるオメー島は潮の引きによって本島とつながる島である。よく知られているアイルランドの半島のうちいくつかは、 ケリー県に存在する。ディングル半島、上で触れた、イベラ半島、ベアラ半島などがある。アーズ半島は、ケリー県以外の地にある半島の中で大きいものの、一つである。ドニゴール県のイニショエン半島には、アイルランド最北の地マリンヘッドがあり、バンクロナ、ラフソイリー、カーンディナ、モービル、ラフホイル等の重要な町も存在する。ロッコール島は、 アイルランド最北の地と言えるかもしれないが、イギリスアイルランド共和国、デンマークアイスランドが領有権を主張し、その地位には論争がある。最も南の地点はファストネットロックである。アイルランドにおける欠片の気候区分アイルランドの気候は温帯に、属すが同緯度の他地域ポーランドやニューハンドランドなどよりだいぶ暖かい。これは北、大西洋海流による、 南西から、工場風が吹いており、西の高い山々に当たっている。それ、湖西部ではよく雨が降っており、ケリー県の西海岸にあるバレンティア島では、東部ダブリンの2倍ほどの年降水量がある。島全体を見れば、1年の降水の60%は8月から1月の間に降っている。 1>, 1月と2月は1年の中で最も寒い時期で、この時期の平均気温は4度から7度あたりまで下がる。7月と8月が最も暖かく、平均気温は14度から16度ほどである。一方で最高気温の平均値は、海岸沿いでは17度から18度、内陸部では19度から20度と異なる。最も日照が多いのは5、6、7月で、 ついたちあたり7時間程度が平均である。ヨーロッパの大陸部と比較すれば、アイルランドで極端な気象現象が起こることは滅多にないが、もちろん起こらないわけではない。12、1、2月に起こる爆弾低気圧によって、西部海岸部では時速160キロもの風がもたらされる。逆に、夏、 特に7月後半から8月前半にかけては中央部から西部にかけての地域で多く雷雨が発生する。下表ではダブリン空港気象センターで集められた30年分の気温の平均値が示されている。北部アイルランドにおける気候の統計は少しの違いはあれどこれと大差ない。アイルランドはこの後、レンスター、マンスター、アルスターの4つの地方。 32の県に分けられている。アルスター地方の9つの県のうち6つで、北、アイルランドが構成されており、残りの26県がアイルランド共和国を構成している。行政的な視点で見ると、共和国の県のうち20はそれぞれが地方行政の一単位となっている。残りの6に関しては一つ以上の単位となっており、合計34の県レベル政府が存在する。 ティッペラリー県は1838年に2つの行政単位に分けられ、2001年に現在の名、北ティッペラリーと南ティッペラリーと改められた。ダブリンの都市、コーク、リムリック、ゴールウェイ、ウォーターホードは市議会を持ち、これらを含む県から独立した行政が行われている。ダブリン県の残りの部分は、ダンレアリー、フィンガル、南ダブリンの3つに分割されている。 アイルランド共和国の選挙区はほとんどが県の境に沿って設定されている。県システムとのつながりを保つことを選挙区割を変更する際には必ず考慮に入れなければならないと定められている。北アイルランドでは大きな地方行政改革が1973年に行われ、6つの県と2つの県都市が26の地域に再編されたが、 フェルモナーはそのまま残った。6つの県と2つの県都市という分け方は県代表のような形で残っている。2005年11月、地方政府の数を7つに減らすという提案が発表された。島全体の人口は600万人ほどで、ダブリン、ベルファストとその周辺地域の東海岸に集中している。アレンデータン地でデータンを取る、半国営企業。 ボードなモナアイルランドには12000万2000キロ平方メートルのデータンチがあるが、ブランケット型データンチと高位データンチという二つの異なった形があり、二社のうちではブランケット型がより広く分布する。これらはアイルランドの湿った気候の中での人間の活動の産物として必然的に生まれたものである。 ブランケット型は新石器時代の農民が農地を確保するために森を切り開いたところに形成されている。過剰に切り開き土壌が流出してより酸性となったため、技量もどきやイグサの生育にとって良い環境となり、その後これらの植物の堆積物がデータンの層が形成した。アイルランドの中で大西洋ブランケット型データン地が最も広がっている地域の一つは、 名誉権のエリスである。高位データ探知は、シャノン川流域で最も多く見られる。これらは、氷河期後に残された窪地に、水が溜まりことなった時に形成された。これらの湖に、足が堆積し、固定に堆積物の層を形成した。最終的にこれらの堆積物が湖を埋め尽くし、地表に露出して、高位データ探知ができた。17世紀から、タンは、 家庭での暖房、調理用の燃料として採掘されてきた。データンの商業的開発が進むにつれて、採掘は加速した。1940年には、データン界を切り出す機械が導入され、より大きな規模での開発が可能となった。アイルランド共和国では、開発は、反国有企業、ボードなものの責任となっている。また、家庭での使用に加えて、切り出された。 データン界は多くの産業で用いられている。近年、切り出されたことによって破壊されたデータンの量が高い、水準に達するに至って環境的な懸念が生じている。高位データン値がブランケット型データン値よりもより品質の高い燃料としてのデータンを算することから、この問題はより深刻なものとなっている。アイルランド共和国と 北アイルランドの双方で島に残っている濃い、冷探地の多くを保存しようという計画が進んでいる。沖合での天然ガス開発が1970年に始まった。キンセールヘッドのガス田が1971年に発見され、ついでバリーコットンのガス田が1989年にコリブガス田が1996年に発見された。ただ、 ガスを海上でなく陸上で生成するという提案によって論争が起こり大きな反対運動が起きたためコリブの開発はまだ始まるに至っていない。これらのガス田からの天然ガスは陸にポンプで送られ国内の家庭需要と産業需要の双方に使用される。石油に関しては2800万バレルほどの石油を埋蔵していると見積もられているヘルビッチ油田が 近頃新たに発見された。アイルランドはヨーロッパで最大の亜鉛生産国で、ナブン、ガルモイ、ラシンに主要産鉱山が存在する。実際にもしくは潜在的に商業的価値を持つ他の鉱物資源としては、金、銀、石鉱、崩壊石、屋根吹き用粘板岩、石灰岩骨材、石材、砂、ジャルが見込まれる。2007年5月、 通信、海洋、天然資源省は1310億バレルほどの石油と50兆、立方フィート余りの天然ガスがアイルランドの海にあると報告した。実在すれば何兆ユーロもの価値がある。アイルランドの大西洋における経済水域で最低限見込まれている石油の埋蔵量は1010 10億バレルで、これは4500億ユーロの価値を持つ。陸上にも石油と ガスが見込まれる地域があり、例えば、アレンコには9.4兆立方フィートのガスと1.50億バレルの石油があり、740億ユーロの価値がある。すでにいくつかの地域では開発が行われており、その一つスパニッシュポイントには1.25兆立方フィートのガスと2600万バレルの石油が存在している。2012年5月、最初の商業的油性が、 航空の沖合7 0トルの地点で掘削された地図、ありがとうございます。